それでは最新ウォーキング講座実技編ということで、主に肩甲骨と骨盤を使って全身で歩くためのエクササイズをしていきたいと思います。でこれはウォーミングアップにもなりますので、ぜひこの動きを覚えて歩く前、それから歩いた後なんかにもやっていただけるといいかと思います。まずこの肩甲骨を動かす。肩甲骨というのは背中側にあるこの腕の付け根の部分ですね。本来腕というのはこの肩甲骨から始まっていますので、腕を大きく上に上げた時に必ず肩甲骨が動きます。ただ今大きな動作がなくなってますので、どうしてもやっぱり肩から先で動きやすいんですね。なのでまず肩甲骨を使って動くというところから始めていきましょう。この肘を使って肩を回していきます、はい、肘を大きく動かすと、この肘に引かれて背中で肩甲骨が動きやすくなります、はい、まずは大きく肘を使って腕を回してみてください。この時に手が前に来た時に肩甲骨が背中で広がる、後ろに行った時に肩甲骨が減る、この肩甲骨の動きをまずは感じてみてください。はい、それでは片方ずつ大きく回していきましょう。はい、腕と肩甲骨が一緒に大きく動いている、こういったことを感じながらまず肩回しをしてみてください。で次に肩甲骨の動き方、歩くときはこう左右に肩甲骨腕を振りますね。この動きは手を合わせていただいて、この手を左右に振るとイメージがしやすいと思います。手を合わせてこの腕を左右に振るときに体が一緒に動いてしまうと肩甲骨は背中で動いてないんですね。体ごと横を向いているだけになります。ですから体、胸は正面に向けたまま腕だけを左右に振ってみてください。この時背中で肩甲骨が左右に動きます。これが感じられると、このまま手を離して腕振りの形をとっていただいて、背中で肩甲骨が動くのがイメージしやすくなると思います。ぜひこの肩甲骨で腕を振る練習をしてみてください。次にこの肩甲骨が動くようになったら、この肩甲骨と骨盤、これを連動させていくことが大切になります。肩甲骨だけ動いても当然歩くことはできません。骨盤から足を使うことが大切になります。ただ肩甲骨と違って骨盤は少し意識が難しいんですね。なので肩甲骨と骨盤をこう連動させる練習をしていきたいと思います。で一つは肩甲骨と骨盤というのは反対に動きます。例えば肩甲骨が後ろに下がったら骨盤は前に行きますね。肩甲骨が前に来ると骨盤は後ろに下がります。まあ、当然歩きますので足が前に出たら手は後ろに下がります。これを骨盤と肩甲骨でやっていくことが大切なんですね。先ほどの腕振り、肩甲骨の腕振りを思い出してください。肩甲骨で腕を振っていった時にこの足を連動させる練習をしていきたいと思います。片方ずつ練習していきましょう。はい、まずは右足を後ろに引いてください。で手は先ほどの肩甲骨で歩く腕振りの形をとります。はい、まずは肩甲骨で腕を振ってみましょう。まあ、こういう形ですね。背中が動いているのを確認してください。はい、でこの状態で右足が後ろに下がってますので右手を前に出します。足が下がったら手は前ですね。はい、でこの右肘を下げながら右膝を前に出していきます。はい、まあ、ウォーキングの形なんですけども、ちょっと足を前にこう膝を高く上げていただいて骨盤を動かしやすい状態にしていきます。はい、肘が下がると同時に足が上がる、体を丸めながら
しっかり骨盤が動くように意識をしてみてください。はい、それでは反対も行って、今度は左足が後ろです。で、背中を意識して動かして、左手が前で一度止めてください。はい、この肘が後ろに下がりながら、膝が前に出る。膝が前にですね。はい、これが骨盤と肩甲骨が連動した形になります。はい、これはエクササイズです。ちょっと動きが大きくなりますが、ポイントはお腹を引っ込めて腰がこう丸くなること。これだと骨盤が動いてですね、しっかり骨盤が動くように肘と腰、この2つが連動して動きます。次に少しクロスさせて歩いていきたいと思います。一本の線があったときに、この一本の線をこう少しクロスしながら歩いていきます、まあ、モデルウォークというのは一本の線の上を歩いていきますが、まあ、それよりももう少しこうクロスさせていくと骨盤が動きやすくなります。この時に手を合わせていただいて、はい、そうすると腕が使いづらくなります。肩甲骨が動きやすくなるんですね。クロスした線の上を少し歩きながら骨盤が動くように少しねじれる感じになりますが、この形で肩甲骨と骨盤を動かす、こういった練習をしていただくのも効果的だと思います。普段あまり意識してないかもしれませんが、骨盤が動きづらい方非常に多いんですね。なのでまずはちょっと大きな動きで骨盤の動きを意識できることが大切になります。まあ、実際歩くときはですね、こうやってこうクロスしながら歩くと危なかったりするので安全なところでやっていただきたいんですが、この歩く前にですね、この肩甲骨をしっかり動かしていくこと、まずウォーミングアップでは肘をしっかり使って肩を回してみてください。それから左右、肘を左右に動かしていただいて肩甲骨の動きを確認します。はい、そこから肩甲骨の腕振りを確認して歩き出すと自然と腰も動きやすくなっていきます。実際に歩きながら骨盤意識するのは難しいかもしれませんが、先ほどのようなエクササイズで肩甲骨骨盤しっかり動かしていただいて、歩く前もですね、少し肩周りを動かして、肩甲骨を動かしてから歩き出していただくと、全身を使ったウォーキングがしやすくなります。全身を使うことで、膝だけとか腕だけといった一部分に負担がかかることを防げますので、これも安全に歩くことにつながっていきます。ぜひですね、こういった肩甲骨骨盤、全身を使った歩き方、それから最初に言った優しく歩くこと、あまり強く蹴らないでかかとからつま先にかけて優しく歩いていただく、もうこういったことを意識していただくと長くですね、いつまでも歩ける体になりますので、ぜひウォーキングの中に取り入れていただければと思います。